おはようございます。3分です。明日、休日なので、お客さんがすごく多いです。赤羽のメイン通り。人がすごく多かったので、なんか赤羽の周りをちょっと歩いているんですけど、今、夜10時です。お客さんが少ない、あんまりいないお店を探してるんですけど、赤羽って、あちこちお店とか多いですよね。なんだ？お化け。何これ？なんか今ここ赤羽のどこなのか全然わからないですけど、私今焼肉がすごく食べたくてここら辺ずっと歩いてるんですけど、焼肉屋よりちょっと居酒屋とか、なんて言えばいいんだろう、スナックとか、まあバーとかが多いので、ちょっとこの近くになんかあるのか。見てみます。あ、今終わったんですか？ YouTube やってるんですけど、自分だけ撮りながら食べてもいいですか？あ、どうぞ。生でお願いします。今日は何食べようかな。いろんなメニューがあるんだね。難しいだな、はい、メニューは店員さんにおすすめしてもらったので、何なのか正直わからないです。え、これは何？これは基本的に取れるお菓子だったんですけど、キムチ。ねえ、これね、お母さんがよく作ってくれた韓国のツナキムチ炒めじゃないか。びっくりしました。こういう高級な肉を初めて、私がいただきます。ドキドキ。なんか日本の焼肉のいいところ、こうやって一人焼肉ができること。いつも私は日本の料理食べるとき、何なのか分からずに食べます。うまそう。いただきます。ね、これ説明いらないです。すごく美味しい。あと私はお肉とか食べるとき絶対にライスと一緒に食べる人なので、ライスも一緒に。これ私気に入れました。なんか朝ごはんでお母さんがよく作ってくれたツナキムチ炒めだったので、おここに豆腐も入ってます。大人の飲み物いただきます。この日が仕事終わって次の日休みだったので、やっぱ退勤した後伸びるは最高ですよね。これもどこかのお肉いただきます。これはちょっと脂が多いお肉、美味しく脂が多いお肉です。こうやって一人で切って、こんな静かな雰囲気で食べれる、飲まれる、こういう店。生お願いします。やっぱ日本っていろんなお酒多いんですよね。え、うわ、失敗しました。あ、水。まあ私はいつもお肉とかは血が、あ、感じれるみたいな味より、味あよりちゃんと焼いたお肉が好きな人なので、まあいいや。先から言ってるんですけど、これお肉も美味しいだけど、これ私気に入れました。これ名前なんだろう。ライスはやっぱライス、日本のライス大好きです。なんか私はもう5000円、まあ1万円使っても量が多い食べ物を食べた人だったんですけど、この日初めて感じました。たまには量より味、もちろん量多い店も味美味しかったんですけど、なんか高級感がある肉。あ、しかしこれ高くなかったです。いくらだったか正直忘れたんですけど、大食い私にとっては高いっていう話なんですけど、
なんて言えばいいか日本語難しいな。すいません。醤油もありました。しかし醤油いらない。お肉の味だけをちょっと感じながら食べたかったです。なんかこの芋と感じました。成功して成功して町が成功して、はい、成功してこのお肉を10人前注文して食べれる食べることができるようになろうと。これ、まあ、2ヶ月前の動画だったんですけど、おこの店また行きたいなと思っています。なんか店員さんも静かで、静かな雰囲気だったので、店員さんもちゃんとこの雰囲気を、静かな雰囲気を、自分だけの時間をちゃんと守ってくれる店員さんみたいだったので、これはもうなんか静かに自分一人だけの時間を過ごしたい時、その時行きたい店です。ごちそうさまでした。はあ、この店来てよかったです。ああはい、あの名刺なんですけど、店内こちらです。はい、なんか自分だけ通りながら、いただきます。いただきます。